運動も頑張ってるけどなかなか続かない、痩せてもすぐリバウンド、年齢とともにだんだん代謝が落ちてきたなんてことないですか？このままだと嫌ですよね。一日も早くダイエット卒業していきましょうね。マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットなかなかできない、続かない、その気持ちよくわかります。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が実践している春だけで痩せるダイエット法がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。簡単春だけダイエット法になります。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのダイエット法で痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、簡単春だけダイエット法を詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの春だけダイエット法で痩せることができるのでしょうか。痩せるポイントが3つあります。1つ目はこちら、腸内環境が整うからなんですね。痩せたいなら、しかもリバウンドなしで綺麗に痩せたいのなら、あなたの腸内環境を整えることがとっても大事なんですね。そうしないと根本的な痩せ体質になっていないから、そもそも一旦痩せてもまた太っちゃうの繰り返しなわけです。ではポイントは、あなたの腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの、ね、種類を増やしてあげること、そして元気に育ててあげることが大事なんですけれども、ここであなたの腸が冷えてしまっていては元も子もないんですね。腸は冷やされると動きが鈍くなってしまって、結果代謝が落ちて、そういった良い菌たちもうまく活動ができなくなってしまうからなんです。ですから腸内環境を整えるためには、まず冷やさないこと、これが大前提になってきます。では2つ目のポイントです。自律神経のバランスが整うからなんですね。これすっごく大事。自律神経のバランスが整っているからこそ、いろんな体の機能がちゃんと働かせることができるわけですよね。ですからもしあなたが暴飲暴食とか、ストレスがいっぱいとか、寒い冷えてるとか、そういった環境が重なると、自律神経のバランスあっという間に崩れてます。そうすると何が起こるか、きちんと痩せるために必要なホルモンが作れなくなってしまったり、睡眠の質が落ちてしまって結局太るホルモンをどんどん作ってしまったり、そういったきちんとしたお体の機能がやっぱりね、働いてることが大前提になるんですね。その時にこの春だけダイエット法をすると、あなたの自律神経のバランスが整う、イコール痩せ体質をキープできるというこのきっかけになるんです。では痩せるポイント3つ目です。あなたの代謝が上がるからなんですよ。いかがですか？私たちね、誰しもそうです。年齢を重ねるともう代謝がどんどん落ちてきますよね。もうそこはね、筋肉量の問題、年齢の問題、いろいろあるけれども、ご自分でできることもあるんですね。そのためにはあなたの体温をもうたった1度上げること、イコールそうすると、なんと体温が上がっただけで 12% も代謝がアップするんですね。もうこれはとっても大事ですから、もしあなたがご自分のお腹とか腰周り触ってみて、冷たいなって感じることがあると、もうかなり冷えてます。もしくは表面は熱くても内臓、臓器がね、冷えてる方って多いんですね。例えばストレスがかかってる方、お薬をしょっちゅう飲む方とかね、イライラしてる方、便秘の方、下痢の方、こういった方はもう往々にしてお腹の調子イコール腸の調子が悪いんですよ。そうすると冷えてる、そうするとそれだけで代謝がガクンと落ちるわけですね。ですからこの今から私が後ほどお伝えする春だけダイエット法をすることで、この代謝も結果体温を上げていく方法なので、しっかりと代謝を上げて結果痩せ体質に生まれ変わることができるんです。ではここから2つ目の項目です。春だけで痩せるダイエット法ということで、具体的に何を使ってどのようにダイエット効果を上げていって、そして注意点ですね、この3つの流れでお伝えしていきます。まず春、何を春かと言いますと、こちらです。北海道ですね、カイロです。で、私は個人的にですね、
貼らないタイプの方が好きなんです、まあ、なぜかというと、まあ、さっと振ってねすぐ温めることができたりとか、こう形が柔らかく変わってくれるので、こう自分の中ではすごく、ね、使いやすいんですね。ただこれはお好みでいいです。貼る回路であったり貼らない回路、どちらにしてもその場所に当てることで効果は変わりませんから、それはご自分のお好きなタイプ選んでください。では2つ目のポイント、ダイエット効果を上げるために貼る場所というのがとても大事なんですね。で、私は女性専門の整体サロンの経営者です。で、自らも整体師なんですね。なので日々女性の方の骨盤のケアをしてるんですけれども、いらっしゃってるそのクライアントの皆様にもね、私毎回お伝えするんですね。例えば生理痛とか腰痛とか頭痛とか、結構お体の冷えから来てるっていうタイプの方が非常に多いんです。で、そういった方にどこに貼るとそういった痛みの症状もなくなる、プラス代謝が上がって痩せ体質になることができるのかっていうね、場所をお一人お一人お伝えしてるんですね。なので今回はあなたにもお伝えしたいと思います。あとこれね、骨格模型なんですけれども、まあ、私が日頃整体サロンで使っているね、あの脊椎です。これ脊椎群で名前つけてます、まあ、この脊椎の、まあ、骨盤のね、骨格模型ありますけれども、皆さん分かりますか、見えますか。これね、まあ、頭があって脊椎ですね、まあ、背骨です。そしてここが骨盤なんですけれども、この背骨のね、土台となるところ、お尻とお尻の間にあるこの尾骨のちょうど真上、逆三角形の骨ですね。仙人の骨と書いて仙骨と読みます。この仙骨に先ほどの回路をこうやって貼る、もしくは洋服などで挟んでここに固定するっていうね、あのパンツスタイルの方とかはね、おズボンとかの方ピタッとはここにねくっつくと思うので、別に貼れないタイプでも私はここにね、あの挟んでいます。でプラスこちら、おへその下ですね、すぐ下丹田っていうツボがあるんですけども、ここを2つの回路で挟み撃ちしてください。とっても大事なんですよ。でまずこの仙骨なんですけれども、仙骨はですね、先ほどポイントでお伝えしたその自律神経のバランス崩すと太っちゃいますよってお伝えしましたけれども、先ほどの仙骨にその自律神経のリラックスする方ですね、副交感神経といいます、そちらの中枢がやっぱりあの場所にね、やっぱり集中してるんですね。ですから温めるならもう絶対仙骨、もうこれすっごく大事ですよ。そうするとお体全体がね温まるんですよ。仙骨ってすごいんですよ。なんて言ったって仙人の骨ですから、昔からねこの骨は大事なんだって分かってるわけです。代わりが効かない骨、すっごく大事なんですよ。なので生理痛がひどい方とか、頭痛とか腰痛持ちの方、プラス太ってしまった方、体が冷えてる方、こういった方は先ほどの逆三角形の骨、仙骨と復習します、ここと表のおへそのすぐ下に2つ回路を挟んで挟み撃ちです。内臓、特に腸ね、肝臓、そういったのを挟み撃ちしてあげることで代謝が上がって、自律神経のバランスが整って、あなたは根本的な痩せ体制とね、やっぱり変わりやすくなるきっかけになりますし、まあ、そもそも女性にとって冷えはね、もう万病のもと、大敵です。なので絶対にこの場所は冷やさないように気をつけてくださいね。そして3つ目、注意点です。これはですね、低温やけどに気をつけていただきたいんですね。特に寝てる間に貼ったままとかやめましょう。もうね、大変なことになりますよ、気をつけてくださいねっていうことですから、あくまでも日中ですね、ちゃんとご自分の意識がある間にしっかりと温めてあげてください。さあいかがでしたか。今回は貼るだけで痩せるダイエット法をお伝えしました。特に今冬場で寒いんですが、実は私夏場でも使ってます。なぜかというと、クーラーで冬よりもどうかしたら寒いっていう時ないですか。そんな場面の時には必ずいつでもこの回路をね、常備していただいて、しっかりとおへその下と尾骨のすぐ上、お尻とお尻の間の骨ですね、そこ仙骨を挟み撃ちして内臓を温めてあげましょう。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいね、ボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。